ジャラルッティーン・ムハンマド・シャーの、銀貨ジャラルッティーン・ムハンマド・シャーは、東インドのベンガル・スルター・アーガーサ、ラージャガネー社長の君主、元々のナオヤドあるいはジャドといった。1418年、フオ・ラージャガネー社が死亡した。彼は、前王朝イリアース・シャーヒー・アサからの三奪者であり、なおかつヒンドゥー教徒であった。そのため、ムスリムの有力者らは、彼の息子が、 イスラーム教に改修することを条件にその多いを認めていた。後継者たる息子のヤドは、不王の死後、約束通りにヒンドゥー教からイスラーム教に改修した。その際に、ジャラール・ディーン・ムハンマド・シャーと名を改めた。ムハンマド・シャーは改修後、熱烈なイスラーム教徒となり、それを証明するために、スルターン・アミール・アラーのカリフ自称した。また、 メッカにマドラサを寄進したり、マムルーク町にいたアッバース町カリフから認証状を求めたりするなど、正当性を確保しようとした。その行動は、同時代の西アジアの資料にも記されている。ムハンマドシャーは、その公平さで知られ、軍司令官や裁判長にヒンドゥーを割り当てるなど、ムスリムとヒンドゥー教徒を差別なく平等に扱った。また、その第二、 ベンガル・スルターン・アサの領土は広まり、フオーと同様に、ジャウンプルと争い、チッタゴンや、ファリード・プルなどを得て、南ベハールまでハントとした。ムハンマド・シャーは、かつてのギアス・ティーム・アーザム・シャー同様、民に使者を送り徴行し、ティムール町のシャールフや、マムルーク・アサとも施設を交換するなど、国際的にも広い視野を持っていたことで知られる。民側の記録には1420年に、 彼が入港したことが記されており、ボークズ、ラツコフ闘目の原釣り場と記されている。1433年、ムハンマドシャーは死亡し、息子、シャムスッティーン・アフマドシャーが王位を継承した。ありがとうございます。